春の穏やかな陽気の中、ピカピカのランドセルを背負う子どもたち。今日県内のほとんどの小中学校で入学式が行われ、13,690人が小学生の仲間入りをしました。このうち会津若松市にある城北小学校には70人余りが入学しました。式は新型コロナの感染対策として1家族2人までの参加とするなど、規模を縮小して行われました。皆さんが入学してくるのをずっと楽しみにしていました。少し緊張した様子で式に臨む新入生。皆さんの目標は何ですか？勉強は頑張っていきたい。これなんか目標の点数とかあるかな？90点。体育、バスケ、子供たち。いっぱい作りたい？もう作ってある子もいるけど。この構えも頑張る。期待と不安を胸に始まる学校生活。新入生の皆さん、頑張ってください。